休憩の粘土容器であるブラ。中にトークンが入っていた。紀元前4000年から3100年。ブッーとは古代メソポタミアを中心に使われていた粘土製の異物を指す。ギリシャ語で陰影を意味する言葉に由来し、小型の粘土製品が入っている容器そのものを指す。本記事では、ブッダと共に使われ、密接な関係を持つ異物であるトークンについても記述する。 これらは、紀元前35世紀以降のウルク文化において、計算や物資の管理に使われたとされ、現在のシリアからイランにかけての広範な地域で発見されている。新石器時代から、計算具として使われていたという説や、トークンが文字の原型になったという説もある。1925年に、イラク北部にあたるヌジで、約3500年前の遺物が発見された。 粘土文書の中には中空で卵型の粘土ボールがあり、その中には小型の粘土製品が入っていた。考古学者マックス・フォン・オッペンハイムの分析によって中空の粘土ボールには羊とヤギの頭数が記録されており、中には同じ数の粘土製品があった。さらに同じ内容の粘土板文書も発見されたことから文字が読めるものが粘土版文書を使い、文字が読めないものに 同じ内容の粘土ボールを渡したと推測された。ピエール・アミエは、中空の粘土ボールの中に、粘土製品が入っている異物を調査した。ボールの表面には、粘土版の文書と同じ数字が押されており、アミエはこのボールをキリシャ語で陰影を意味する、ブッダと名付けた。考古学者、デニス・シュマント・ベッセラは、ボールに入っていた異物の形が幾何学的であり、 西アジア各地で似たような出土品があることに注目し、中に入っている異物をトークンとして研究した。ブルッダーとト,トークンの研究が進むにつれて、これらの異物が物資の管理に使われていたことが判明した。ブルッダーやトークンが出土する地域は、生誕はシリア北西のハブーバカビーラ、東端はイラン高原南部のテーペヤヒアで都市遺跡にあたる。初期のトークンは、 紀元前8000年の先き新石器時代 A には存在しており、印象と陰影は紀元前7000年の先き新石器時代 B 後期、トークンと陰影のあるブッダは紀元前6000年期後期、陰影のあるラグビーボール型ブッダは紀元前5000年のハラフ文化から確認でき、後の時代でも使われている。中空のブッが多いのは紀元前2000年からであり、 主に、ウルク文化の後期や直後にかけてとなる。ウルク文化は、紀元前4000年までに、当地中海からイラン高原にかけて広がった文化圏であり、南メソポタミアを中心とする都市、そして、メソポタミアから移り住んだ人々の集落や、周辺民族の集落が建設されていた。南メソポタミアは、灌漑農業による麦などの穀物や、 牧畜による羊毛が豊富であったが、木材、石材、金属は不足しており、遠方との交易で物資を確保する必要があった。そのために物資の管理システムが発達した。トークンの素材はほとんどが粘土で、他に石やアスファルトが使われている。初期のトークンは、球形や円水型などシンプルな幾何学型で、プレーントークンと呼ばれる。 後に穴を開けたものや複雑な形のものが使われるようになり、コンプレックストークンと呼ばれる。穴の目的は紐を通して複数のトークンを管理したり、ブッダと繋げた可能性もある。スーサ、ハブーバケビーラ、テロ、ウルクで出土したトークンは共通点が多く、スーサとウルクは規格も同じになっている。これらの地域ではトークンの意味が共有されていた可能性が高い。 チョガミシュやハジュネビで出土したボール型ブッダーのトークンも、ウルクと一致する。ブッダーの形状には、ラグビーボール型や球形がある。ラグビーボール型には表面に陰影が押してあり、穴に紐を通すようになっていた。ブッダーの表面に押す印には、トークンと同じ形が押されたものもあり、ブッダーを割らなくても、物資の種類と数量が確認できる。このタイプは、粘土板により、 近い機能を果たす。数字の確認が要因になるとトークンを入れる必要がなくなるため、形状も休憩から脳型体へと変わっていき、粘土板の形式が整っていった。ブッダの中に入っていたトークン、様々な形があり、物資の種類を表していたとされる。ウルク文化の後期から物資の管理が多種類かつ大量となり、 必要に伴って、ブッダやトークンの管理システムが発達した。貯蔵された物資は神殿を中心に記録され、住民に分け与える、再配分の制度や、他の地域との交易に使われた。トークンとブッダは、物資を送るときに渡したと考えられている。送り手は、物資の内容を示したトークンをブッダの中に入れ、受け取りでは、 物資の確認が必要な時に、ブッダを割って、物資の数量を確認に使った。または物資を管理する者が、倉庫の中にあるものを記録しておくために、ブッダとトークンと使った。現在における商品送り場や、管理の申し送り場のような機能を果たした。トークンやブッダの使用者は、神殿で働く官僚や初期であり、古代の墓器システムでもあった。シュメルでは、 文字を読めないもののためにトークンとブラが粘土版と併用された。トークンには地域を超えて使われたものと地域内で使われたものがある。南メソポタミアでは種類が多様化し交易をする地域では同様のトークンが使われた。それに対して地域内の物資管理用のトークンが中心となった地域では独自のものを使い続けた。ウルク文化圏には 様々な言語があったが、ブッダやトークン、粘土版などは文化圏内で広く使われていた。このため、経済的には類似した制度や土量工が普及していたと推測される。例えば南メソポタミアではプロトシュメル語、スーザではプロトエラム語が使われていた時代に同じうるく様式の物資管理が行われており、植民の可能性もある。トークンやブッダが 文字の起源になったという研究もある。シュマントイコールベッセラは、プレーントークンを押した後が数字の起源となり、複雑な形を持つコンプレックストークンは、記号として絵文字の起源になったと論じている。また、中空のブラとトークンによる記録が簡略化されて、トークンを押した年度版へと変化したと推測した。ありがとうございます。